はいは大変お待たせいたしましたそれではただいまから記者会見を始めさせていただきます本日は新しい歌舞伎座の会場コケラ落としを記念いたしまして小築幹部のお二人 それから出演者の代表の方にお越しいただきました、えー、会場準備で大変お忙しい中本当にどうもありがとうございましたクラブを代表してお礼を申し上げますそれではゲストの方をご紹介いたします、えー、並び順でご紹介させていただきますまず私のお隣ですもう皆様ご存知だと思いますけれどもハリーマヤの夜号で皆さんよくご存知の中村吉英文さんでございますどうもよろしくお願いいたします 今日は歌舞伎俳優の方々の職業団体であります日本俳優協会の専務理事としてお見えになりましたもちろん吉山さん2011年には人間国宝の認定を受けられておりますよね皆さんご存知だと思いますそしてそのお隣は小地区の坂本淳一社長でございますよろしくお願いいたします そしてもう一方阿鼻子正専務取締役でございます <laughs> 演劇本部長として小築の歌舞伎事業を統括されていらっしゃいますよろしくお願いします <laughs>、えー、本日はまず小築の坂本社長から歌舞伎座の歴史新しい歌舞伎座の落成までの経緯それから新しい劇場の主な特徴今後の経営方針などについて30分ほどお話をいただくことになっております その後吉右衛門さんから俳優協会を代表してお話を伺うと思います。そしてお二人のお話の後会場の皆さん方からご質問をお受けいたします。その時には、我孫子専務にも加わっていただきます。申し遅れましたけれども、私は日本記者クラブ企画委員を務めさせていただいております、TBS カワードでございます。よろしくお願いいたします。それでは坂本市長からスピーチをまずお願いいたします。坂本様、よろしくお願いいたします。 松竹、えー、の坂本でございますあの座ったまま失礼させていただきます、えー、本日は皆様、えー、お忙しい中ご対応中のところお集まりいただきまして誠にありがとうございます、えー、こういう形で歌舞伎座の再開場の記者会見というのをさせていただきますもの本当にあの感無量のものがございます、えー、歌舞伎座の再開発ということはもう20年以上も前から諸々ももの計画出ておりまして えー、小曳町で歌舞伎座を再開場しようということになってからも10年、えー、ぐらい経ちます、えー、その間本当にあのいろいろなものがございまして、えー、どのような形で開発するかどのような劇場を建てるか、えー、そして、えー、平場して え東北で大震災というような悲劇が起こったり、えー、本当にあの歌舞伎界にとっても悔やまれる、えー、悲しい出来事もありですね。さまざまなことありましたけれども、本当にあの南様のご協力によってあのこういう形で発表できるということはもう本当にあのうしく思っております。えー、今日はあの歌舞伎を代表する立役の中村吉門さんにも同席していただき、そしてあの演劇歌舞伎 一筋で参りました歌舞伎町にも同席させていただき、えー、本当にあの我々一丸となって、えー、皆様に愛される歌舞伎を作ってまいりたいというふうに思っておりますであの今日はあの演劇の専門でない方もいらっしゃるというお話なんで簡単にあのまず最初にあの歌舞伎の歴史と歌舞伎座の歴史について触れたいというふうに思っております えー、あのちょっと伺いたいんですけれども、えー、この中で、えー、年に12回以上、歌舞伎をご覧になるという方、どのくらいいらっしゃるでしょうか <laughs> 逆,逆にあの、年1回も歌舞伎を見ないという方、あのいらっしゃいましたら、ちょっと、全く歌舞伎を見たことないという方がいらっしゃいましたら、わかりました。<laughs> あのそれを頭にちょっと説明させていただきたいと思いますけれどもあの歌舞伎はあのご承知のとおり1603年に、えー、京都の鴨川で、えー、出雲の国という女性の芸能者を中心に歌舞伎踊りというパフォーマンスで、えー、始まったものでございます、えー、以来410年にわたりますけれども 歌舞伎の特徴はあの他の諸国のおものと比べても特徴付けられるのはその民家の手によってずっと興行されてきたということが一つございますでまたあの江戸時代には、えー、能があの武家の鑑賞芸能であったのに対して、えー、歌舞伎は庶民町民の最大の娯楽として発展いたしました、えー、時には幕府からの鑑賞等もあったのですが 様々な難関を乗り越えて、江戸時代の日本人や、それから先輩方が、極めて優れた日本人の知性と美意識とエネルギーとして、歌舞伎という芸術舞台、舞台芸術を創造してきたというふうに言えるんではないかというふうに思います。まあ、あの、近代になっても同様な形できておりまして、松竹は、 明治28年の京都での創業時から歌舞伎の運営を手がけてそしてやがて大阪そして明治末年に東京に進出して今日に至っております、まあ、あの歌舞伎にとっては本当にあの諸々の要素ございますけれどもやはり芸能芸術というのはいかに伝統と革新と 調和させていくかということが大きな課題でありますのと同様に、我々も古典作品のきちんとした継承と、新しい作品の創造ということが、発展の両輪であるというふうに考えております。現代においても、あの、生活様式、多様に変化しておりますけれども、江戸明治大正と続いた日本人の生活、その中から生まれた歌舞伎の名作を伝えていくと。 いうことが重要な流れだというふうに思っております <coughs> 失礼しましたであの歌舞伎座のことをちょっと申し上げたいんですけれども歌舞伎座の歩みは、えー、明治22年11月日21日に現在と同じ場所に開場いたしました第一期の歌舞伎座は、まあ、まさにあの明治の文明開化の時代を象徴する劇場と ということで、えー、捉えられておりました、えー、そして明治44年11月に歌舞伎座は純和風に最初の第1期は洋風建築だったんですけども第2期から純和風に外装を改築いたしました。そしてあの 大正10年に火災でこの第2期の歌舞伎座が消失してしまうんですけれどもすぐに鉄筋コンクリートで再開されました会場前にですねその再建した歌舞伎座が被災に遭いまして内部を損傷いたしましたけど建物そのものは無事でしたので大正14年1月に無事再開場を果たすことができました、まあ、いわばあの関東大震災からの復興の東京のシンボルと いうふうにあののいう形になったというふうになりましたそして、えー、第3期の建物は、えー、昭和20年5月の空襲で一部外壁を残して焼、えー、失いたしました、えー、それから5年余りの歳月をかけて、えー、昭和26年1月に再開場を果たしたのが第四期の歌舞伎座でございますこれがあの つい3年前までありました歌舞伎座でございます、まあ、あのこのような空襲から日本が立ち直っていくまい、あ、わば戦,戦後の日本の復興とともに歌舞伎座は歩んだとも言えるんではないかというふうに思いますそしてあの東京の本当にあの国際観光の顔の一つというふうに皆様からも大変歌舞伎座可愛がっていただいてたわけですけれども建物の老朽化耐震性の安全確保のため 建て替えは不可避というふうに判断いたしまして平成22年の4月をもって一時閉場をいたしましたそれが今の歌舞伎座の現在に至る流れなんですけれどもそのほかにも先ほど申し上げましたように歌舞伎というのはすべて民間によって興行されてきたということがございます ですから私どももあの歌舞伎の興行に携わっている松竹として、民間でいかにきちんとした興行をしていくかということが重要でございます、逆に言いますと、ビジネスとしてもきちんと成り立つようにということを考えなくてはならないわけでございます、あの歌舞伎は本当にあの伝統芸能として保存していくという意識は、私どもには全然なくて、本当にあの今日的な皆様のエンターテイメントだと。 いう,ふうに考えておりますそういう意味では、今日的にね、えー、きちんと興行でき、ビジネスとしても成立させるということがあの必要でございます。松、え、竹、ー、は創業時から歌舞伎の運営に携わってまいりましたけれども、えー、ここに、ね、来るまで本当にあの、 おーい,ろいろなうう曲折がございまして、えー、今、本当にあの歌舞伎、多くのお客様に来ていただいているんですけれども、決してそうではない時代もございまして、本当にあの先輩方が苦労して苦労して、ここまで、えー、歌舞伎の俳優さんの方々と一緒に生き続いてきたということが言えるんではないかというふうに思っております。で特にこの二十数年があの本当に歌舞伎の歴史を見ても、 非常に工業として、成長を呈しているわけなんですけれども、この二十数年間のことを振り返ってみますと、大きく分けて3点ほどやはりあるんではないかなというふうに思っております。で一つは ま、あの、今日ははり屋さんここにいらっしゃいますけれども、俳優の方々がきちんとした芸を継承されて、その世代交代がきちんとし、そして皆さんが精進されていくということ。そして二つ目は、松竹が工業者として、襲名ですとか、追善あるいは歌舞伎座百年などの話題性に富んだ工業を、まあ、いわばイベント化していくということ。そして、 もう一つは、三点目として、歌舞伎の海外公演を積極的にやってまいりまして、これがご好評を得ることによって、その評価が日本にフィードバックされたということが考えられるというふうに思います。で、あの、このような努力はさらに我々続けていこうというふうに思っておりますけれども、さらに歌舞伎の経営を万全とするために、 この度第5期の歌舞伎座の建築にあたりオフィスビルの歌舞伎座タワーを併設いたしました中央区東京都をはじめ行政の皆様や地元銀座築地の皆様のご理解をいただき29階のタワーが完成するという形になりましたあのざっと流れはこういう流れでございますけれども、えー 先ほどちょっと申し上げたその海外と歌舞伎ということを考えたときに、やはりあの、これからどんどん日本の社会は、海外に出て活躍される方がたくさん出てくる。企業もたくさん出ていくという形になるというふうに思っております。で、そういうときに、やはりあの、日本文化を皆さんがきちんとご理解されているということが、えー、必要なことではないかなというふうに思っております。 えー、私もあの15年前松竹に入ります前は弁護士やっておりましたけれども、えー、お恥ずかしい話ですけどもあの歌舞伎は学生時代から見ておりましたけどそんなに見ておりませんでしたであの、えー、海外に行った時に、えー、シェイクスピアの話でもやはり知ってる方はたくさんいらっしゃるとでその時にああもっと近松のことを勉強しておけばよかったなと いうふうに思ったことがたびたびございました。で、これから本当にあの、日本の方が海外に出ていかれるときに、そういう日本の文化をご存じで得られるということが、本当の国際化を進めるということにつながるんではないかなというふうに思っております。そういう意味で、今度の新しい歌舞伎座が果たす役割というのも大きいんではないかなというふうに思っております。え、第一期の歌舞伎座もですね、え、 非常に大きなシャンデリアがあって、これ洋風にしたわけですけれども、えー、その時にも、第2回目の興行、4月の、明治23年の4月の興行ですけれども、その時にすでに、英国皇室の金納と殿下が、あの、感激に見えるということがございました。また、あの、歌舞伎座の感激という意味で言いますと、 チャップリンやジャン・コクトーなどの文化人も多数感激されてまして、コクトーは、六、えー、代目菊五郎の舞踊、鏡獅子を見て、えー、美女と野獣を着想したというふうに言われております。またあの、六代目の鏡獅子は、えー、小津安二郎監督により映画で撮影されたんですけれども、これはあの日本文化を海外に紹介するためということで、えー 発案者は、当時、ロンドン大使であられた吉田茂総理であったというふうに伺っております。また、あの、昭和39年の秋に、東京オリンピックがございましたけれども、この時も夜の部の終演後に、ナイト歌舞伎というのを興行いたしまして、オリンピック関係の内外のお客様が、歌舞伎をご覧にいただくということがありました。本当にあの、また、 オリンピックの招致東京でというふうに今、えー、日本中で思ってられる方が多いんですけれども、えー、ぜひオリンピックは東京で、えー、東京に来られたら歌舞伎座で、えー、楽しんでいただくというふうになればなというふうに思う次第でございますそしてあのそういうような位置づけの中でわれわれ歌舞伎座の開発にあたって持っておりますのは やはりあの歌舞伎並びに歌舞伎座の原点にきちんと戻るということが重要だなというふうに思っておりますでその時に考えなければいけないことは、えー、歌舞伎の持つ芸術性と大衆性とをきちんとお伝えできるような形になるということが非常に重要だというふうに考えております芸術性という意味では先ほども申しましたように芸の継承 ですとかそれから若手の育成ですとか、えー、どういうふうな舞台をきちんと作って新しいことに挑戦していくかということがありますまたそのオペラと違いまして歌舞伎は庶民の文化ですので多くの方に本当にあの大衆娯楽として、えー、もっともっと気楽に来ていただけるようにあの してていいいただく必要があるのではないかなかという,ふうに考えております新しい歌舞伎座の取り組みとしましてもそういうような2面から考えておりまして1つは舞台機構上の改善をいたしまして今までの3つの競りに加えて大きな競りを新設いたしまして深い奈落と大道具のスペースもかなりたっぷりとりました。 今まで以上のバリエーションに富んだ演目ができるんではないかなというふうに考えております、でまたあの地下鉄メトロ東現在駅から直結されて雨に濡れずに劇場に来ていただくということで、今までは一旦階段を上がって外に出ていただいて、歌舞伎座に入っていただいて、また2階、3階に行くときにはさらに階段に上がっていくと。 ご不便をおかけしていたのですけれども、これからはもう地下からすぐにエレベーターとエスカレーターで上がれるという形になります、またその地下2階の駅に直結する地下広場のところは、もうすぐににぎわいの空間として、大きなあの提灯店、えー、チケット売り場だけではなくてですね、お弁当、お土産やレストラン等も開く形になってお楽しみいただけるようにしております。でまたあの地下広場は 前にもちょっと発表したんですけれども、何かあったときの震災等の帰宅困難者の収容もできるような設備と備蓄をしております、でそしてまたあの、今まで本当にあの階段で上がらなければならなかったということだけではなく、もろもろご不自由をお客様におかけしてきてたんですけれども、バリアフリー対応ということで、今回、会社にていしました。 ゆっくりとあのご覧いただけるようにということで、えー、客席空間も改善し、座席幅、前後との間隔も広げました、えー、また1階席はあの柱があったんですけども、柱も除去いたしまして、えー、見やすくなりまして、ちょっとスロープもつけてありますので、相当見やすくなる、今度は何人かの方は、えー、何あの内覧会にも来ていただけるということで、ぜひご覧いただけたらというふうに思うんですけれども、それからの、の 三階席の一番後ろの席からも花道の出産の位置が見えるような形で工夫しております。で、また、あの、これまでにない、これまで歌舞伎をご覧になったことがないような方にもお楽しみ少しでもいただけるようにということで、イヤホンガイドに加えて字幕ガイド機も導入いたしました。で、また、あの、歌舞伎座のビルの 4階、5階のところを使いまして、歌舞伎座ギャラリーとショーホールを作りまして、そこで衣装展やワークショップ、子ども歌舞伎など、さまざまな催しをしたいというふうに考えております、そこで本当にあの歌舞伎を中心とした日本文化に、多くの方に触れていただきたいというふうに思っておりますし、観光客の方にも、本当にたくさんの観光客の方が来ていただけたらというふうに思っております。 でそこに来ていただいた観光客の方からちょっとあの劇場の芝居とか劇場の様子が分かるように窓もつける工夫を今しておりますでまた屋上庭園やライトアップ等もしてお楽しみいただいて本当にあの今まで歌舞伎がご覧いただいてない方々にも歌舞伎をご覧いただけるようにというふうに考えておりますあの大体 歌舞伎は今まで、えー、90万人から95万人ぐらいのお客様は年間動員させていただいておりましたけれども、えー、歌舞伎座の再会場にあたっては、えー、我々110万人の動員を目指したいなというふうに思っております、えー、世界の三大歌劇場でございますミラノのスカラ座ウィーンの国立歌劇場それからニューヨークのメトロポリタン等も え推計ですけれども、大体50万人から90万人ぐらいのお客様ということですので、1 1 0万人動員できれば、本当に立派な劇場になるんではないかなというふうに思う次第でございます、また、歌舞伎に関して、歌舞伎座からちょっと離れますけれども、言いますと、歌舞伎座以外にも、私どもも、南座、松竹座、そして新橋演舞場と。 歌舞伎をやる劇場ございます。また国立劇場もございます。えー、そして、えー、博多座さんもありますし、味噌の座さん、明治座さん、えー、その他の劇場、それからあの小さな劇場も浅草で開発するというのを今ちょっと検討しております。でもろもろ、えー、その他の劇場も含めまして、えー、本当にあの200万人 の方を年間に動員できるような形になれば、本当に歌舞伎が広がる形になるかなというふうに思っております。えー、私どもはあの先ほど申し上げましたように、歌舞伎はその、えー、オペラとのいわば貴族の文化と違い、庶民の文化です。えー、ですけれども、その オペラにも負けないような芸術性を、そしてミュージカルのような大衆性を持ったものになればというふうに考えております。オペラは歌舞伎同様マイクを使わずに、その劇場自体が楽器だというふうに評価される方もいらっしゃるわけですけれども、そういう面も歌舞伎は持っておりますし、そしてあのミュージカルが大衆文化として若者も気楽に、気軽に 楽しんでいらっしゃるという点もあると思います。まあ、あの、オペラ、ミュージカルに匹敵する世界から愛される芝居に、そして世界三大劇場に負けないような劇場にというふうにできればなというふうに思っております。まあ、ちょっと大見合をってんじゃないかというふうに思われる方もいらっしゃるかと思うんですけども。 まあ、あの、今日は歌舞伎の話ですので、見えさ、ちょっと聞かせていただければというふうに思う次第でございます。また、あの、先ほどもちょっと申し上げたように、えー、日本の近代文明の開花、それから関東大震災からの復興、そして戦後の復興とと,ともに歌舞伎を歩ませていただいたということがございます、えー。そういうことを先輩方が努力されてきたなというふうに思っております。私どもも、 先輩方に負けないように、これから日本がさまざまな復興や発展を海外に向けて遂げていくのに、日本文化の一つの象徴として、歌舞伎座が共に歩んでいければ、こんな幸せなことはございません、本当に松竹社員、そして俳優さんの方々と一丸となって、皆様に愛される歌舞伎座を目指したいというふうに考えております。 ちょっと長くなりましたけどありがとうございましたどうも坂本社長ありがとうございましたえ続きまして中村吉山さんお話をよろしくお願いいたします、えー、中村吉山でございます、えー、花嫁の父でございます <laughs>、えー、今日はあの権威ある 記者クラブに私までもお招きをいただきまして誠にありがとうございます光栄でございます。 えーまあ、今、社長からもあのお話ございましたように私があの歌舞伎俳優の総代代表みたいにおっしゃってくださいましたけれども実は俳優協会にはもっと上の方たちがいらっしゃいまして、まあ、都合上、私がこうして皆様方とにお話をすることになりまして。 えー、まあといってもあの初代もあの衛門播磨のといううちは2代私が2代目なんでございますけれども2代しかございませんでそれほどの家柄ではないんですけれども歌舞伎座におきましては、えー、私も初代もとてもご縁がございまして、えー、と申しますのも。 おその、まあ、戦争で焼、えー、け野原となって歌舞伎座も焼け落ちて、えーまあ、その後、えー、昭和26年に、えー、第4期の歌舞伎座ができた時の、えー、その時の,あのそれこそ本当にあの歌舞伎役者の総代として初代吉右門がご挨拶してるんですね会場式の時に。 えー、そして手打ちなどがあったりして三場草があったりとして。 えー、そして、えー、私もその手打ち式に、えー、その一緒に並んでるらしいんですけども全く記憶がなくて、えー、何か記録には残っているらしいんです、えー、ですから第4期は私はああの初め開場式からその最後の建て替えの前まで、えー、ずっとそこで働いて。 貸していただきまして、まあ、初代は、えー、その、会場26年、えー、そして、えー、まあ、いろいろなことを、えー、みんな、あ若いあの俳優さんたちを引っ張り、あるいは、あ若い俳優さんたちを、こう、世に出して、えー、まあ、自分も、お昭和28 28年でございますか11月の「近江源氏先陣館」というお芝居で展覧などございましてその前の年に文化勲章など 受けたたりいししまして、えーまあ、その展覧の子、えー、役に私も出していただきましたんでね、えー、その展覧の絵をによくしましたが、まあ、29年翌年の29年には、えー、熊谷陣屋を最後に用を、えー、去りましたんでございますが私はそのその後、えー、いろいろ紆余曲折ありまして えー、そのまあこの場ではちょっと、えー、話題にふさわしくないんですけれどもあるところで二、えー、代目中村吉右衛門を。 襲名いたしまして、えー、そして歌舞伎座でいろいろ歌舞伎を勉強させていただきまして、えー、そして、えー、第4期の最後に出演させてそれも初代が最後となりました熊谷陣屋で大、えー、出,出させていただきまして、えー、最後にそして、えー、あの待ちに待ったこの度の第5期のあ歌舞伎座に、えー、は えー、そのまた手打ち式から、えーこうえー、参加させていただき、えー、三波層で沖縄を回せていただくという、えー、そういう、まあ、とても歌舞伎座というものにはあの二代にわたってご縁が深いものでございます。 えー、まあこの後、えー、初代があの第4期の歌舞伎座で行いましたように若いのこれからの若手の方たちあるいはあの時代を担う方たちを指導そして見守っていくのが、まあ、私の務めではないかと思っておりますので、まあ、まあいくつまで生きられるか分かりませんけれども勝利、えー 人に重ねて、えー、なるべく長い間あ皆さんに、えー、私の拙い芸をご覧に入れたいと思っております。えー、本当に今日はあこんな名誉を与えていただきましてありがとうございました。どうかあ新しい歌舞伎座まあ先人が歌舞伎の伝道という,う風にまで持ちあの上げたあ劇場でございますんでね、えー、それを怪我してはなりませんので私ともも,も,うもう精一杯頑張って 再び歌舞伎の殿堂と呼ばれる劇場にしたいなと思っております、まあ、それはわ々役者だけではできないことでございまして松竹さんのお手も借りなければならない、皆さん、いろいろな方の皆様方のお手もあのお力も借りなければなりませんので、どうかよろしく今後ともお願い申し上げます、どうも失礼をいたしました。 ありがとうございました思い出話を交えてのお話でした後でまたいろいろ伺いたいと思いますのでよろしくお願いいたします、はい、これから質疑応答に移りますがまず私から2,3質問をさせていただきますまず坂本さんありがとうございました本当にあの見栄を切って意欲的にそれが本当になるといいとは思うんですが、はい、実はやはりいくら大衆 のものだと言ってもやっぱり歌舞伎座って相変わらず敷居が高いんですよね特にあの若い方はそうだと思うんですよここを払拭するにはどういう風にすればいいと思っていらっしゃいますかあのいろんな形で歌舞伎にあのを発信していくということが非常に重要かなというふうに思っております、うん、あの歌舞伎は本当にあの深みもありますし、えー、パッと見ただけでもあの魅力もずいぶんあるでそのストーリー そして音、色、踊り、さまざまな楽しみ方ありますし、一番入りやすいのは、ごひきの俳優さん作っていただいて、入っていくというのが一番入りやすいんではないかなというふうに思っております、でそしてそういうものがあるということを、我々あの今度も本当に歌舞伎座再会場ということで、たくさんの方が注目していただいて、本当にこんなに幸せなことはないんですけれども、 我々自身も努力して、いろいろ発信して、若い方にも気楽に来ていただけるようにというふうに考えております。あのちょっと入場料が高い高いと言われておりますんで、われわれ、さじき1棟、2棟の,のほかにもです、ね、3、えー、等席もご用意しておりまして、であのこれは興行によってその値段の幅も違うんですけれども、大体、 3000円から6000円ぐらいの席があります。そして、あの、まくもありまして、これは800円から2000円ぐらいの席でございます。で、あの、今回、一等席を増やしましたんですけれども、まくみのところのスペースも広げまして、本当にあの気楽に来ていただける。ですから、800円とか、 数千円で見られる芝居というのはなかなかないというふうに思うんですけれども、そういうところもあのぜひご報道いただきまして、ですねあの気楽に来ていただけるように、ご指導いただければというふうに思う次第ですまく見で、もうちょっとの時間、好きな俳優さんを見るとすごい素晴らしいと思うんですけれども、実はその歌舞伎自体は、非常に夜の部4時半から始まって。 ということとになるとやっぱり長いっていうのは一つのネックじゃないかと思うんですけれども有子専務そこら辺どうでしょうそうですねあの、まあ、あの歌舞伎の昔あの江戸時代からの発生はもうあの本当に日の,入りからあ日の出から日の入りまでという期間の長い間劇場に詰めかけてお芝居をご覧になるというような流れでずっと来ておりましてそれであの、まあ、だんだんあの時を隔てきまして一日の公演が。 まあ、昼夜二部制になったりと、まあ、いうようなことで、えーえーまあ、今それがあの歌舞伎に関しては大きな主流なんですけれども、まあ、昼夜二部制の場合ですとやはりどうしても4時間ぐらい拘束ということもございますそれであの近年やはりもう少し時間をコンパク,ンパクトにあの今の時代に合わせるということもやはり考えていかなきゃならないだろうと、まあ、いうようなことで、まあ、昼夜二部制 の講演があの主なんですけれども年に数回あの三部制の講演っていうのを行っておりまして三部制に立ちますとまず、えー、1回のお芝居に関して、まあ、3時間ぐらいの時間の中で歌舞伎を味わっていただくまあ、してあの三部制になりますと料金も二部制に比べて、えー、お安くすることもできる。 そして3部制の何よりもいい点はあのその第3部がたい6時なり6時半なりの開演で興行を行うことができるというようなことでどうしてもあの昼夜2部制ですと昼の部夜の部でもやっぱり4時半の開演とかいうことになってしまいますどうしてもあの歌舞伎の投資狂言その他の都合でどうしてもそういう形態を取っていくというやっぱり流れがあるのと。 それからやはりあの歌舞伎というのはお芝居だけではなくしてえ劇場に来ていただいたお客様が劇場の空間の中でお食事をしていただいたり売店でいろんなものを買い求めいただいたりその場内でえ歌舞伎をもとにしたもののいろんなことのお楽しみいただける演劇としてもあのそういった意味合いも含まれて今日まで伝わられてきているわけなので。 ただ芝居だけを鑑賞するということだけではない、そういう側面もございます。まあ、そういう意味で、やっぱり昼の部、夜の部ということの中で、お弁当を召し上がっていただきながら、あのお芝居というものを鑑識していただくということがやっぱり主体ですので、まあ、それはあの大体大きい、きまあ、おあのそれが大体の形になると思いますけれども、いろいろ状況によっては、 先ほど申し上げましたように、三部制というようなことの中で、よりもう少し見やすくなるような体制を組んでいきたいと、まあ、この小寺落とし工業に関しましては、4月、5月、6月、そして8月、ですから1年間で4回、三部制の講演をさせていただくというようなことを考えておりますありがとうございました。まあ、先ほど,先ほど社長がおっっしゃったように 伝統芸能っていうだけじゃなくて、日本文化を楽しむ場ということなんでしょうかね。わかりました。もう一つあの阿比古さんに伺いたいんですけれども、あの花形歌舞伎とか顔見せとかいろんな方たちが集まってやるすごい楽しいんですけれども、あとはその座組劇団ごとにやるとなんかこう顔ぶれが固まっちゃってとそこら辺を。 おもったいないなもっといろんな人みたいなのになんて私なんか歌舞伎行く時に思うんですけれどもそこら辺の自由な役者さんとの交流っていうかあのお芝居作りっていうのはどうなんでしょうかえあのもちろんあのそれは心がけておりますけれども、まあ、やはりあの一つは歌舞伎をきちんと先人が作られたものをどういうふうにきちんと後継して継承していくかっていうことが大事なのでそういたしますとやはり基本的にはやっぱりあの 常にあの俳優さん同士も一緒にやっていくというそういうものが非常にチームワークが取れて例えばあるグループですと非常にこう時代物があの武士の世界を扱ったあのお,お芝居をするのが非常にこういい劇団ができたりあるいはこう世話物といって庶民あの町人の舞台を扱ったものを,を得たとするものとかいろんな個性が生まれてくるわけですね。それはやっぱりあの えー、やっぱり長年のこう訓練を経っていろんなそういった芸術っていうのがこう作られていくわけなのでそういったようなことを通じてやっぱり若い人たちが儀芸を学んでいくわけですけれどもと同時にあのそういった方たちが年に数回また本当に大顔合わせそれこそ顔見せということであのあのそれぞれの例えば。 グループというかそういったものを率いている皆さん方たちが一堂に会してまたする歌舞伎もあるそしてそれぞれあのこうグループグループで自分たちの個性を重視したあの芝居作りをしていくという、まあ、そういうふうにあの歌舞伎でもいわゆる顔見せ的な大歌舞伎とそれからそれぞれの特性役割を生かしたそういう大歌舞伎というものがあるということがとても大事なことなので。 毎回毎回、例えばそういうふうな方がみんな顔を揃えて、えー、お芝居をすればいいものかというとそうでもなくてやはりあのそういったものと同時にあの先ほど申しましたようなことも含めての歌舞伎があるというようなことがあの義芸の継承とそれから杖への発展ということを考えた場合にあのいいんではないかというようなことで、まあ、その両方を意識しながらやっております。はい、ありがとうございました えそれから吉右衛さんにお伺いしたいんですが先ほど坂本さんが歌舞伎というのは伝統芸能ではなくて今日的なエンターテインメントとおっしゃいました演じる者の,の方としてはそういう伝統芸の方それからもっと新しいあ方々で歌舞伎のようなものとか歌舞伎をやってますよねそこら辺で演者としてはどういうふうにお感じになりますかあのまあとにかく一口で伝統と申しますが <laughs> 伝統文化と申しますが。 もうそれはとても私なんぞが語れるものでないぐらい奥が深いものでございましてえそれはまあ一つ歌舞伎に限らずえあの,の狂言えそのほかまあ文学でも何でもそうでございますがえまたえ演劇だけでなくてえ織物の世界 乗り物の世界の瀬戸物の世界もそのあ伝統というものをただ伝えてるわけじゃなくて皆様方ね、えー、もうそれをその 先人の勘がの名人上手と言われた方が考えたことをそのまま芸は真似から始まると申しますけれどもコピーするだけでも大変なんですね簡単な方もいらっしゃるけれども僕なんかはものすごく大変でそれだけでそして知れば知るほど奥が深い ということが今正直なところでございましてえ伝統は古いってただ言われちゃうとどうにも私も返答の指標がなくて知れば知るほど深くてものすごくてそれがなくなっちゃったらもうそれでおしまいなわけですね正倉院の中にももうどうやって作ったらいいかわからないものがたくさんあるそれは伝わらなかったわけです からですね、それほどう難しい深い、えー、大変なあ人が一代ではできない、えー、ものそれがあまあお,おこがましいんですけども歌舞伎の伝統歌舞伎と言われてます古典にもございまして。 えー、僕なんかはあの才能が乏しいものですからそれを何とか伝えるだけでも精う精一杯でございまして他の新しいものをやるあの余裕がないというだけでございましてそれができる方はどんどん。 あのそれは商業演劇でございますから、えー、やられた方がいいと思いますでも僕の場合はあその伝統の,その歌舞伎を先人がこしらえ上げてきた演出ですねそういうものを大事に大事に自分のものにしてその隙間がもしあったらそこへ自分の考えも入れるという,うそういうやり方しかあ私は不吉祥なもんで考えられないので、えー、まあ歌舞伎 新しい歌舞伎座では、まあ、それをやっていきそして、まああ、どこまでできるか分かりませんけれどもあー思考の高みまでできたらいいなと思ってまたそれ、もしそうなったらばあのあのこれからを担う役者さんたちにそれを伝えたいなと思っておりますけどもね。はい ありがとうございましたすみません、ちょっとードさん、誤解、はい、ないようにあの、私が今日的エンターテインメントと申し上げたのは、ええあの、個展をやらないという意味じゃなくて、あの個展も含めてあの、個展をご覧いただくということも非常に今日的なことだというふうに思ってるんで、申し上げたんで、それはあの新しいことと伝統的なことと、両方やっていくという趣旨ですんで、うんはい、ちょっと誤解ないように。はい、はいはい、分かりました それでは会場の皆さん方からご質問をお受けいたします。えー、質問のある方、どうぞ手を挙げください。私が指名いたします。えー、そして必ずお近くのマイクを使って、指名、それから社名、それを名乗ってからどなたか、どなたへのご質問か明らかにした上で簡潔に質問をお願いいたします。えー、本日は演劇記者会所属の記者の皆さんも数多く出席されていると伺っております。どうぞ、どんどんせっかくの機会ですのでご参加ください。それではどうぞ手を挙げください。 どなたかはいじゃあそちらからまずすみませんあそこのマイクまであ出られないそしたらマイクをすみません用意してありますかありますマイク1本出してくださいそれで渡してあげてえっと時事通信の中村と申しますえっと 坂本社長と、まあ、阿孫子専務とあのお伺いしたいんですけれども先ほどあの坂本社長から、えっと、年間であの120万人動員したいとそれで歌舞伎座で動員したいとそれであとあの、えー、他の劇場合わせて200万人っていう、まあ、目標を掲げられたんですけれどもあのまあ この会場までの間に、えー、と例えば中村勘三郎さんだとか團十郎さんとかあの人気の俳優さんが亡くなられてそれが興行の,の方に、えー、とどんな影響があるというふうにあの今考えてらっしゃるのかっていうことをまずお伺いしたいんですけどあのこの歌舞伎座平常の間に5人の俳優さんが亡くなられたわけで、えーまあ、本当にあの一番感じることは 本当に歌舞伎座の舞台に立っていただきたかった、どれほどそれが本人ご本人たちも望まれてたことかなというふうに思うんで、その気持ちがまず、あの非常に強い、それに尽きると言ってもいいくらいで、まあ、それを楽しみにされてたお客様もたくさんいらっしゃると思うんで、であのビジネス的なこと、今のご質問だというふうに思いますんですけれども、これはあの正直言って、やはり、 観客動員という意味ではあのマイナスだというふうに考えておりますただあの、えー、明治時代にも團十郎さん菊五郎さん左段次さんという團菊サという名優の方々が相次いで亡くなられたということそれからの昭和の戦後の時も右左衛門さん幸四郎さん 総十郎さんそして六代目が亡くなられたというようなことを先輩方が乗り越えてこられて立派なまた歌舞伎と俳優さんとか育ってきたという歴史があるわけで私どもやはり松竹の会社がきちんと一丸となり俳優さん方と一緒に頑張って興行していけば必ず 道は開けるしきちんとした歌舞伎と新たなスターというものが生まれてくるんではないかというふうに考えております。ですから中長期的に見れば我々が一緒になって気持ちを一つにして取り組むということが最も重要で短期的な収益の減少ということに捉えられないようにそういうためにも さまざまな経営的な安定というのを日頃図っているので、ええー、いけるのではないかというふうに考えております。えっと、あの。三年前、四年前に、あの歌舞伎座のさよなら公演を。平成二十一年の正月から、あの二十二年の四月まで。十六か月間行わせていただいたんですけれども。まあ、特に、あの二十二年、本当に最後の四か月間というのはですね。 えー、本当にその、えー、時に第一線で活躍された方々だけでこうあの座組が組まれていたみたいな状況でさよなら公演が行われましたでこの3年の月日というのはとても大きいことでその間にあのいろいろ若い俳優さんも相当育ってまいりましたそれであの今回この歌舞伎座のこけら落としの公演でございますけれども、えーのー 今お元気でいらっしゃるあの本当に第一線で活躍されている俳優さんにはもちろんあの本当に頑張っていただいているわけですけれどもそれにこの俳優さんがこの4月5月6月でも先輩の胸を借りてあの随所にあの俳優役に食い込んでいるんですねあのこういうふうにやっぱり時代とともに第一線の方が活躍されると同時に若い人がそこへこう 食い込んでいくというかそういうようなことがやはり三年前に比べて狂言と俳優役を見ると明らかにそういうことの差が出てきていますということはこの間にこれからになっていく若い俳優さんが育ってきたということですそして今回団次郎さんが亡くなられたことによりまして団次郎さんはコケラ落とし公園でも いろんなお芝居に上演する予定でございますけれども、その團次郎さんが、えー、予定してたお役を、ですね本当に今、ここにいらっしゃる吉右衛門さんが、4月の日本大門も、それから6月の来航も変わっていただく、そして、幸、え、四、ー、郎さんが、えー、三人吉座の和尚吉座を、そして、石切梶原で菊五郎さんがオーバーを、こういうふうに同世代の、本当に 團十郎さんよりも年上の播磨屋さん、高田屋さん、木久扇さんが、やっぱり自分この時期に、そうやってあの歌舞伎のためにあの率先して代役をしていただく、そういう歌舞伎界の,その一致団結したところに、若い方たちがこれからどう伸びていくかというようなところなので、本当にあの中村屋さんと成田さんの死というのはと、とても大きいことではございますけれども、 それをやはりカバーしていくということがです、ね、今、本当に俳優さんを含めて私たちも含めて第一線の方から若い人たちからこの時期を本当にきちんと乗り切っていこうという気持ちが本当に強いのであの逆にそういうパワーというのがこれから出てくるということを考えるとあの大変であるけれどもあの行く先々に明るい光明はあるんではないかなというふうに思っております。 はい、ありがとうございました。では次の質問の方、はい、お願いします。前においでになっていただけますか。すみません。えー、個人会員の塚田と申しますが、えー、私があのまだ子供の自分に、えー、おさらに次郎さんあたりの新作が被写、えー、で。 こうと以後まあ例えば最近でも池波正太郎さんの原作の作,、えー、作品が上演されておりますし、まあ、歌舞伎の世界もいろいろ新しい風も入っておりますがあのこういったですね新しい作家の方あるいはその作家の仕事を激、まあ、化するというような活動をですねやはりもうちょっと積極的にやっていただけないかなというのが、まあ、あ私どもの 見てる側からいたしますとね、えーまあ、誰かっていうようなのではちょっと困りますので、えー、ぜひ一つ、そのあたりのところは、これは安倍さんにお願いすることだと思いますが、あー計画的と申しますからね、えー、つ考えてやっていただければありがたいなと、見てる立場からそう申し上げさせていただきます。では いかか。がでしょうか、はいえー、と今の本当にご質問は本当に、えー、私たちも考えておりますところで戦後は本当に今お話がありましたように小更ぎ先生であり、まあ、いろんな方が、あのえー、作品があの数多く新作歌舞伎として上演されてまいりました。 それから東大の当時の大正期なんかは本当に谷崎さん山本雄三さんからこ、まあ、いろんな形たちの作品を次々に上演していったことがあります、まあ、あの近年、まあ、それに比べますとなかなか新作の上演っていうことは数が少なくなっておりますけれども、まあ、ですけれどもあの今回の,あのこの「さよなら あこのけら落とし公演でもですね、まあ、あのもうしばらくしたら発表できると思いますけれども新しい新作歌舞伎を上演するということも企画しておりますと同時にあのやはりあのそういうふうな新しい、えー、き,きちんとした個展をあのきちんと継承していくと同時にやっぱり新しい歌舞伎をその時代の歌舞伎というものをどういうふうに伝えていくか例えばあの、えー 前期の歌舞伎のさよなら公演の時でも、例えば今、日本の演劇界で活躍されているですね、野田秀樹さんの作品を歌舞伎にしてみたり、それから三谷幸喜さんの新しい作品を歌舞伎にしてみたり、まあ、そういうふうな試みはもう結構ございます。まあ、あのそういったようなことの中で、やはりあの、えー、演劇界に携わる、あの やっぱり才能というものをですね。やっぱり歌舞伎の世界にもその及ぼしていただきたいということを常に考えておりまして、あの、本当に2年後、3年後、あのまずはきちんと古典をきちんと継承するということは私たちの眼目でございます。その上に、あの新しい歌舞伎を今日規制のあの切り口を持った作品。 作品作り、歌舞伎の演出、演技方法を使っての新しい作品作りというものを考えておりますので、あのまずはこの秋に新作を1本、今、企画して発表できると思います、あの2年目、3年目におきましても、あの新しい歌舞伎を作っていくということを今、常に念頭において企画しておりまます、はい、他に質問ございます、はいいははどうぞマイクはよろししくお願いします。 毎日新聞の小玉と申します吉右衛門さんにお伺いしたいんですけどもこの456の3か月間で八演目にご出演で、はい、一番たくさん大漢方の中でご出演になるんじゃないかと思うんですけども <laughs> あの今吉右衛門さんがその新しい歌舞伎座での,その課題として考えてらっしゃることとかあとどんなことをこれからその歌舞伎界でなさって この新しい歌舞伎座をどんなふうにしていきたいかってもし思いがあればさっきから申しておりますように伝統を伝統か昔の先人の考えられた演出をまた作品をそのまま次の時代を担う方に教えていきたいということがまず一つとそれはもう書いてくださる作家の方がいらっしゃれば あのどん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 今の時代のそれも歌舞伎で,でやりたいなとは思っておりますあの私の場合はね他のものができないもんですからあの歌舞伎芝居を書いてくださる方がいらっしゃるならば あまた私のできるようなあ当,てた当ててくださるようなあ株あの作家の方がいらっしゃれば本当に、あのー、それありがたくそれをやらせていただきたいんだけど、まあ、私にそういう方はあの、まあ、いらっしゃらないんで自分で書いたりなんかしちゃったんですけれども、あのー、本当はそういう方にが出てきてくだされば キシエモンのために書いてやろうなんていう方がいらっしゃったらいいなぁと常には思っております。でもまあそれもそれはその時の、えー、世の中の流れによりますし、また会社の松竹さんというものもありますから、その簡単には個人的だの考えだけではいきませんけれども、まあまずはあの古典をさっき申したように、えー、次を時代に担う方たちを。 それに伝えるという大事なことをまずはやっていってもしもそういう作家の方がいらしたらばそれはもちろんやらせていただいて、まあ、僕も両輪であの歌舞伎というのは前から申し上げておりますが成り立っているものであるということは思っておりますのでどなたか僕に当てて書いてくださる方は 早く出てきてくださらないかなと思っておりますけれどもそれにはちょっと年取り過ぎたかなと思いますけれどもね、はい、ご自分でお書きになっていると伺いますがテーマは何なんですか いやもうなかなか難しいです、あのー、それはもう,やもうこちらは演じる方がえ手でございまして、やっぱりあの書く方は書く方が、書く方がえ手でございます、そ,ういうそれぞれ絵手が増えてございますのでね、あんまり無理やりにはやらない方がいいんじゃないかなと思っておりますけども、構想はあるんですけどね、はい、長谷川東博をやりたいなと思って。 えー、いろいろ考えるんですけど、えー、あちらはあのーまあ、七尾田の,、えー、の関西の京都にいらした方だから京都弁がわからないんですねまずねだからセリフが出ないんですね京都弁のセリフが出ませんそんなこともありましてどなたかもしね書いてくださるようでしたらお願いいたします。楽ししみににております、はいはい、他にご質問は、はい、そちらどうぞマイクを てし後ろからマイクが参ります。はい、どうぞ。朝日新聞の西本と申します。あの吉右衛門さんにお伺いしたいと思います。はい、あの今もお話ございましたが、こけら落とし大活躍で。特にも、あの五月6月、あの三演目にお出になります。そうなりますと、はいえー 1か月25公演で75項目公演しかも中日なし休憩なしで,、はい、でまたあのほんの5日間の休憩でまた月の月が始まるという,、はい、う非常に三大劇場世界でもないような厳しい過酷な状況に置かれておりますが<え>あの精神的に具体的なご負担もかなりおありかと思います <laughs>、はあ、その辺は俳優の立場からこの歌舞伎独特の上演形態いかがご覧になってますでしょうか。はあのまあ、あ演劇部は,正直演劇部は <laughs> あ年取ってボケないようにと、ね、あ一生懸命 <laughs>、えー、考えてくださって、えー、そういうことっていうのはまあこれは冗談でございますけれどもまあねあーご,ご承知のとおりのことでございますんでもう今が一丸となって、えー、やって 一や歌舞伎というものをこの1年2年でもうまた盛り返さなければ歌舞伎座というものを盛り返さなければいけない、えー、それはもうそれは松竹さんの、まあ、もちろん分かってらっしゃいますけど役者も分、まあ、かっていることでございましてね松竹さんがいなかったらじゃあどこでやってくれるんだっていうことでございますからね、えー、ですからもう,うまあ ちょっと心配はしております。体が6月まで持ってくれればと思います。<laughs> でもね、そ,そのくらいの命がけでやってるんだっていう姿を、あまあ、次の時代を願う方たちが見て、ああ、俺たちはもっとやらなきゃいけないっていうような、もしも、 気になってくれないかもしれないんですけどね、<laughs> 勝手にやってるよと言われるかもしれないんですけど、まあ、それを期待はしてます、はい、それであの、まあ、もちろんやり遂げたいなと思っております。はい、はい れ,おそれい,いますもう一点だけよろしいでしょうかあ、はいあの、坂本社長にお伺いしたいと思いますあの、今度後ろにオフィシビルができまして、あの歌舞伎の興行、えー、も支えていく大きなあの財源としても役立っていただけるかと思います、現在の入居率と、あとどのぐらいの売上高効果が見込めるか、お伺いでできますでしょうか今、大体、えー、内定したところで6、7割が埋まっております。でえー、売上としては 今までの不動産部の売り上げに50億強の売り上げを望んでおります、まあ、の賃料によりますんで、固めに見てもそのぐらいは売り上げ増を伸ばしたいというふうに考えておりますはいじゃあ、お隣の方、どうぞ産経新聞の飯塚と申します。 しますそうしましまた、えー、とあの吉右も門さんとあとあのサポート社長か、安、ま、彦、あ、さんかどちらでもあの結構なんですけれどもあのまず新しいその歌舞伎座に入られて、まあ、どのようにあのお感じになられたかというあのご印象とあとあの、まあ、建て替えの時にです、ねまあ、やはり規範であり伝道でありというあの理念をあの歌舞伎座がどうあるべきかという理念をあの皆さんあの語っていらっしゃいましたけど改めて新たな歌舞伎座が目指す もの理念というものをちょっとお話しいただけないでしょうかお二方にぜひ、どちらからでも結構です、では社長から。いやあの、難しい質問だからって、<laughs> 張り前さん、急に振らないで <laughs> <laughs> あの、やはり私は先ほど申し上げましたように、あのえー、芸術性と大衆性ということで、本当にあの多くのお客様に、えー 気楽に来ていただいて、そしてその歌舞伎の深みを味わっていただけるような劇場になっていくと、そしてあの銀座の方々にも大変協力していただきましたので、え銀座の街で、えー、愛され、えー、人通りが歌舞伎座によって変わったなというふうに言っていただけるようなあの劇場になればというふうに思っております。 まあ今まで言ってまいりましたようにあの成人の作り上げた歌舞伎の伝統というそれをなんとかまたあの今の第5次の歌舞伎座を伝道にできたらなと。 あ思いましたしそれからあのちょっとこの間歌舞伎座を拝見する機会がございまして、えーまあ、隅々までは拝見してないんですけども客席などがとてもあのゆったりとしましてあのお客様にとってはものをすごいあの考えてらっしゃるなと思いましたね。えー、ですから、まあ、あのゆったりとご覧になって るとお眠りになってしまう方も <laughs> いるかもしれないんですけどでもやっぱり、ね、あの気楽にゆったりとこうやっぱり芝居を楽しんでいただく方があそれは何よりでございますんで、えー、緊張させるのは私の芸だけでございまして <laughs>、えー、ゆったりと見ていただけるなということを感じましたはい。 歌舞伎座というのは後ろまで声が通るって、一番演者にとってやりやすい劇場だと伺いましたあのーまあ、子どもの頃から出ておりましたの、ね、で、まあ、前の歌舞伎座はです、ね、あのそんなに感じなかったんですけれども、あのちょっとなんかで、ね、クラシックの方が、あのオペラの方がなんか出られたときに、この素晴らしい音響効果の持った劇場っていうのは他にないと言ってくださったんで。 あすごいところで私どもやってやらせていただいたんだなと思ってまあそれに準じてまた今のそれにまたプラス科学的なことも入ったんですかねえなっておりますので声はだんだん年のともに出,ません出ないようになりますけれども劇場がカバーしてくれると思いますんではいありがたいと思っております。 ありがとうございます子さんあの今回あの歌舞伎座を作るにあたりまして敦賀町竹とそれからの俳優協会の方も関わる方にもう極力ご意見を伺おうということであのやってまいりましたであの先だってもあの特にあの歌舞伎座の今音響が素晴らしいと本当にこれはもう言われてまして音響というのは目に見えないものですから。 でもあのこの前、俳優さんにも大勢お越しいただいて、関係者で歌舞伎座いっぱいにしまして、音響テストをいたしました、まあ、あの実際は本当にあの初日明けてみて、またどういう状況かということと、多少変わると思いますけれども、そういったようなことをしながら、ですねまたそれと今、お話が出てたように、目に見えるところは本当にあの前の歌舞伎座と一緒じゃないかと思うようなことがあるような、本当に それで、なおかつあの客席もいろんなところで座ってみました。けれども、とてもあの従来よりも見やすい状況になっているというようなことで、お喜びいただけるかと思います。で、あの歌舞伎もあのやっぱ400年間ずっとあって、松竹も百数十年している中で。 その時々によってより大衆性を求めたりあるいはある時期にはそこの歌舞伎のもっと芸術性をこう高めていくというような、まあ、いろんなこ,うことがあったと思うんですけれども、まあ、基本はやはりあの歌舞伎というのはもう世界にまれに見るあの伝統芸能で400年にわたる古典芸能がですねあの江戸時代から今日までお客様お一人お一人お支払いいただく感激料ですね あの入場料それで全てが全部賄われている演劇なんですねですから先ほどあの西本さんの方からもちょっとまあ過酷というようなこともありましたけれどもそれは世界の三大劇場に比べてもそれはやっぱりえ客観的にそれだけ見れば過酷かもしれませんまあですけれどもその三大劇場は当然国からあの市から あるいは寄付という何十億何百億っていう寄付とかそういう予算があっての上で成り立っていることなのでこの我が誇る歌舞伎というのはお一人一人がお支払いいただく感激料そのものによってすべて興行を成り立っているわけですねですからその比較というのは非常にそのことだけを捉えて比較されるのは非常につらいですし。 と同時にでもそれはやはり改善をしていくということは私たちも常に考えておりますけれども逆に本当にどこからの援助というかそういう支援もなく民間芸能の一環として400年間歌舞伎が生き続いてきているということのにおけるやっぱり日本人のやっぱり国民の素晴らしさっていうかこんな演劇持った国はありませんから。 あの先ほど出た三大劇場でも、もうそ,そういうことでは成り立つところどこもないんですよね、ですからそういう意味では、もう一人でも多くの方に来ていただいて、支えていただくっていうことが私たち,ち、とっても大事なことなので、これがそういうことになれば、もう少し緩やかな興行日程ができるかなというふうに思いますけれども、そこはあの歌舞伎の俳優さんも、本当にあの一心同体であの一緒に考えていただいてますので、 まあそこはあのいろんな意味で改善をしていくということはこれから考えてい,いかなければなりませんけれども、まあ、その根底に流れることは先ほど申し上げたことによって興行が成り立っているという現実をお分かりいただければ幸いと存じますけれどもはいありがとうございましたすいませんちょっと佐久本さんにあのご印象あと新たな歌舞伎座に入られたのご印象もちょっとお願いできますかはい、はい、あのー まあ本当にあの冒頭申し上げましたけれども、歌舞伎座、ここに至るまではわれわれも本当に努力いたしましたけれども、多くの関係者の方々にものすごく支えていただいたということがあります、それからあのそもそも前の歌舞伎座の時代にも、本当に多くの先人たちや先輩方が、さまざまな努力をされてて、そして本当にあの新しい歌舞伎座を開場したいという。 思いは多くの方々が持たたれてたそれがこういう形でできたという、まあ、むしろ、えー、そういう意味で感極まるといいますか、あのーでまあ、極力我々は第4期の歌舞伎座をその趣を引き継ぎたいという思いでやっておりましたので、えー、そういう意味ではあのみんな頑張ってくれたなと。 いいうふうふに思います、まあ、ただあの、きっとあのまたお披露目いたしますと、いろんなことを言われる方はいらっしゃるんで、あのご批判を受ける立場になるんだろうなということは覚悟しておりますけれども、われわれとしてはやるべきこと、やれることはもう本当に一生懸命、みんな頑張ってくれたなという思いであります、はい、ではどうぞえ日本経済新聞の内田と申します。 阿部子専務にで伺います新しい劇場、まあ、あの劇場が楽器だっていうあの坂本社長の話もありましたけど今回あの競り、大競りというような新しい機構もハイテクも含めてできたということでそれがその演出とか演劇そのものを変えるとかあるいはつまりリフレッシュするとか。 中身自体をこう更新していくというような積極的な意味がありうるかどうかというようなことなんですけどまああの特にあの今まであの歌舞伎座で大勢りというのがなかったものですから、それとあの舞台機構も舞台の袖だとか、そういうのが非常に限られておりまして、例えば次の場面の転換する場合ですね、大きい屋台をがある場合に、今、上演したところが幕が閉まりますね。 そうしますとそこでそこの,あの大道具をばらしてそして次の大道具を持ってきてそこで屋台を作るというようなことがあってよくあの、えー、その枠が閉まった間にもトン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 音がしたり大道具の声が聞こえたりとかそれから舞台転換も非常に時間がかかっていると、まあ、これが例えば大,大釣りが一つできたことによって次の大きい屋台をあの下に置いておけましてそれですぐ上げて。 とということで舞台転換も非常にスムーズになる、まあ、そういうようなことに伴いまして、やっぱり舞台演出上のことも、ですねあの舞台転換その他も、一つとってもそれだけスムーズにいくわけですので、あのいろんな意味での演出方法を従来できなかったこと、まあ、時間をかければできるんですけど、まあ、その次の場面に行くのに15分も、20分も使えない。 それが本当に短期間でできるというようなことも含めて、そういう意味では非常に私たちが望んでいた、その舞台機構としてはもう進んだ機構を取り入れることができるようになってことはとても素晴らしいことかなというふうに思っております。ですから、そういった機構を生かして、今までできなかったようなチャレンジ。 歌舞伎の場合は、もういろいろ時代を超えていろんな演出ができますので、時空を超えたっていうかな、あのそういう意味では、そういうことがうまくいくとなると、さらに面白い新しい作品も提供していくことができるんではないかなというふうに思っておりますはいありがとうございました。他にごご質問ははざいいませんでしょう、はい、どうぞ あ静岡新聞社の川内と申しますあの坂,本坂本社長があのよろしいかなと思うんですがあの本当にあの東京に素晴らしく収益性が高いこう劇場ができたということは歌舞伎界の発展で本当に素晴らしいことだと思いますその反面あのまあ地方の,あの公演というのが例えばまあ松竹さんがえもあの劇場を持っている松竹座とか南座もありますしあるいは博多とか名古屋の地方の公演なんですが ある意味、底辺を広げるという意味では地方の歌舞伎ファンも増やしていくことも大事だと思うんですが特に今年というようなことでもいいんですが当面、地方の公演というのはこの歌舞伎座のウエイトを割くということで公演の数が少なくなるとかどうしてもそっちの収益性の高い歌舞伎座の方にいろんなものを投入するという,ようなことになるんでしょうか。 あの具体的な数についてはまた、アビコの方からのご説明させていただきますけれども、あのやはり歌舞伎座が閉場しているときに比べると、地方公演というのはあの少なくなると思います、開場してからは、ただあの、我々われ、地方のお客様にも見ていただく、それからあの地方の劇場のに疲れているファンの方々もいらっしゃるわけですから、そういう方々に継続的に歌舞伎をご覧にいただくということは非常に重要だというふうに思っておりますし、それからあの、 今、シネマ歌舞伎という形で、映画館でも歌舞伎を見られるようにというような努力もしておりますで、そういう意味では、小公演もきちんとやっていきたいなというふうに思っております。えっと、あの今例えば静岡の場合ですとそういういいわゆる 劇場があのいわゆる常設劇場がない地域が、まあ、たくさんありますけれども、あの従来でもあの私どもの方で地方公演というのが、各地を回る公演が今、大体年に4ヶ月ぐらいございます、あのこれはあの今年も来年も維持していきます。 それと同時に、やはり先ほどからのお話の中で、やはり地方公演も今4、4ヶ月ございますけれども、もう少しこう色合いの違った公演を組んで、さらにもう一月ぐらいできないか、もう二月できないかというようなことを考えています。これはいろんな公演ができるんで、いわゆる幹部の方がいらっしゃる公演もあれば、 あるいは若い俳優さんを中心に組んでいく公演もできますしあのそれから例えばあの今行われておりませんけれども舞踊だけを中心にした公演を地方でもあるとか。 というようなことも今、具体的に考えておりまして、やはりあの歌舞伎座に来てい、いやこの機会にあのより多くの方に歌舞伎座に来ていただくということが大きいテーマではございますけれども、やはりそこに足がかりになるあの地方での公演ということも非常に大事にしていきたいというふうに思っておりますので、少なくともそういう各地を回る地方公演に関しましては、あの従来と同じようなことだけはさせていただいて、さらにそれを増やしていきたいというふうに、かように考えておりますけれども。 先ほど、あの控室で伺ったんですけれども、若い人たちのファンを増やすために、吉山さんたちは若い子たちのために、そういう教室を開いてらっしゃるという話も伺いました。あ,あ、その学校巡りですか。ええ、あ、それはあの、どちらかというと、あの役者の方ではなくて、お客様を育てたいなという発想から、うん、あの出たものでございまして、今年はちょっと忙しいものでございますから。 あ伺えないんですけれどもあまあ7年間ぐらいつ続けてまいりましたがあ学校で、えー、歌舞伎というものをあの本当に多感な頃12年生とか低学年の時に触れるちょっとでも触れると大人になってふっとこう気楽にあの見に行ってやろうというふうになられるんじゃないかと思って、えー、まあ えー、10年20年先の話であこっちがの生きてるうちに来てくれるかどうかわかんないんですけれどもあーでも中にはあその歌舞伎をとても面白いと思ったと言ってくれる子も随分おりまして楽しみにしておりますけれどもねあのお客もおお様も育てなくてはいけない時代といいますかねこれからはなるんではないでしょうか。 それは今、張前さんが、ね、ずっと続けていただいて、あの毎年、あの秋に一月間あのあの、地方の小学校をずっと回るんですね、それで、その前、ふ月ぐらい前にお弟子さんたちがいろいろ打ち合わせをして、その当日を迎えるんですけれども、そこの小学校の生徒さんが講堂に集まって、2時間ぐらいの,あのワークショップなんですけれども、まず必ずまず最初に大きなガマが出てくるんですよね、ガマが。 そそれれででからあるる人が出てくるわけですけどそれですどはさんもう皆さんびっくりするんです <laughs> まあそういうふうにしてまず歌舞伎っていうのはこんな楽しいんだよっていうところから歌舞伎の面白さを少しでもあの小学生の地方の方たちに分かっていただいてという努力をずっとされていますまあそういったことがやっぱりとても私も本当に大事なことだというふうに思っておりましてあのまあ文化庁さんからも予算をいただいて あのさせていただいているんですけれども、まあ、こういったような催しなんかがもう少しできていくような体制になれば、非常にまたありがたいなというふうに思いますので、またあの、えー、文化庁さんの方にもこう予算を取っていただけるようなことができれば、ありがたいと思いますので、ぜひあのこの場を分かれて、皆さん方にお力をいただければと思います。ありがとうございました全員参加でで小学校1年生でも例えば 髪を切って雪吹雪を作るみたいなことで、本当にあの誰もが参加できるように工夫されてやられてるんで、本当にあの出てこられる小学生の方々、生き生きされてるんで、やっぱりこういうことが本当に必要なことじゃないかなというふうに思います、はいえー、他に質問はございませんでしょうか、どうなったか、今日はせっかくの機会ですから。はいどうぞ。<coughs> 今ちょ、あの菊と言います今ちょうどその小学校での歌舞伎鑑賞教室のことを聞こうと思っていたところだったんですが、今、吉右衛門さん、先ほどおっしゃいましたが、もう少し小学校を回ってでの子どものこう反応ですとか、手応えみたいなものをどういうふうに感じていらっしゃるのか、お話をお聞きしたいんですが。えあのー まあ、私の発想として、えーまあ、子ども教室とか歌舞伎座でもやられてます、国立でもやられてますが、それはあのまともの芝居をご覧に入れる、えーまあ、それも、えー、中学生、高校生を対象にしたものでございますけれども、私としては、もう小学生、小学校自分に、えー、本当に歌舞伎好きの方々、あるいは先生方も、子どものときにおばあちゃんに連れて行かれた、 お,のお父さんに連れて行かれたという方それが小学生ぐらいの時。 またよりもっと前の時にそれでその歌舞伎というものに抵抗感もなくさっと今も好きでご覧になっている方が随分いらっしゃるもんですからねなんとかその低学年の方に歌舞伎をとまたそれから都会へなかなか出てこられない方のためにこちらから出向いてということを考えましたけども芝居そのものを持っていくのは大変な経済的に無理なもんですから。 でも何かないかなと思って考えたのがあの今、タクシがあのこ行えたうちやっておりましたものでございまして遊びというものを取り入れて、えー、やっておりましてあの今、我孫子専務がおっしゃったように、えー、ぬいぐるみから出てきたり、えー、そうしますと本当にあのあのお子さん方が喜んでくださるんですねゆるキャラの発想なんですかね <laughs> あのそんなことやそれから馬をおまあ 舞台でも使ってる馬を連れてきましてそしてそれに乗ってもらったりすると本当に喜んで。 くださってその歌舞伎に対する抵抗感というものが少しでも薄れたらと思うこちらの狙い通りにとても乗ってくださいましてねお子さんたちが喜んでくださって、まあ、それが10年先20年先に歌舞伎座なり地方の劇場に来てくださればありがたいなと思っているそんなような感想を持ちましたですね。はい ありがとうございました、えー、そろそろ時間になりましたが、他に質問はございませんでしょうか。えどちごめんなさい、見えなかった前、えー、朝日新聞の志村と申します、はい、私あの、学生時代から歌舞伎が大好きで、まあ、年6、7回は行ってるんですけども、さっきあの、社長が、まあ、歌,舞ああ歌舞伎は大衆性と芸術性とおっしゃってて、 まさにあのカンザブの芸がそうだったんですけれどもまあ先代にしてもこの間亡くなったカンザブにしてもちょっとそのカンザブの芸風っていうものをねなかなか告げる人はいなくなっちゃって非常に残念なんですが我孫子専務としてどういうふうにこれからそういうものを育てていくのかちょっと今勘九郎と息子二人じゃなかなかまだ親父さんのところまでいかないんでね誰かそのああいうような邪奪な芸風っていうものを 持ってる人まあ芝居のいろ,いろいろ演技とその他あの継承していくってことは大事なんですけれどもその一方でやっぱ芸は一台ってこともあるんですよねですから今おっしゃられたことは俳優さんの持っている芸風みたいなものですからなかなかじゃあ金室さんみたいな方がじゃあ次に出ていらっしゃるかっていうとまた別の意味での。 芸風を持った方が出てくるということでそれぞれ俳優さん10人いらっしゃれば10人皆さん個性が違うわけなのであの、まあ、そういう意味で、まあ、あのやはり神九さんのああいう芸風というのを持った俳優さんも育ってきていただきたいというふうに思いますけれどもあのそういうことにこだわることではなくしてやっぱり個々の俳優さんが本当に個性を発揮できるような状況を作っていくそうするとあのまた新たな あのー、今の、例えでいうと、金三郎さんじゃないまた新しい個性っていうことをどうやって作っていくかということだと思いますので、まあ、あのその辺はあは、のー、そういったことができるようにまあ考えていきたいなというふうに思います。 まあ、ですけれども、まあ、例えば、あのー、今月、赤坂アク t シアターで「階段ちぶさえの木というお芝居をしておりますけれども勘、まあ、九郎さんなんかは、ほっと見ると、あっと勘三郎さんが出てきてるんじゃないかなと、まあ、思うような感じをあ,ありますし、まあ、そういう意味で勘、まああのーえーまあ、九郎さんなんかがそういったことを踏まえながら、自分の個性をおいかにつかみながら、あのー まあお客様がやっぱお父さんの面影を求めるっていうところもあると思うので、まあ、その辺はまあそういったこともまあ、まあ、なんとかうまくこうしてねあの育ってくだされば誠にそれはいいかなというふうに思いますけれどもまた新たならそれぞれの個性ということをそれぞれの俳優さんにあの磨いていっていただくっていうことが一番大事ではないかなというふうに思っております吉右衛門さん育てる立場から今の質問に対して。 えー、やはり芸風っていうので別に次の勘三郎を目指すのはなくて <laughs> それは全然わ <laughs> からないことでございますそれぞれの役者さんの持っているもので,で、ね、あのまあ,あ中村のおじ様も初代吉右衛門に訓導を受けた方でございまして。 えー、私のやるのはそ,のそういう君党をこれから担う人に授けるあの指導できたらなと思うことで、えー、芸風まではあそれはまた。 私の、まあ、芝居というのは好き嫌いの趣味の世界でございますからあの人が好きだけどこの人は嫌いという方もたくさんいらっしゃる <laughs> 私が嫌いという方もたくさんいらっしゃると思いますのでそれはそれぞれその時に一生懸命やるやうかやらないかという僕はそういう判断でやっておりますありがとうございました。えー これってそろそろ時間ですけど質問はございませんね本当に今日はどうもありがとうございましたもう一度盛大な拍手をお願いいたします